こうです。実況パワフルプロ野球2022、ライブ配信始めていきたいと思います。引き続き栄冠ナイン編ですね。3年目、秋ということで、秋が終わったところで、まあ、基本的に練習が主体となるわけですが、ちょっと目線を変えて違うことをやろうかなと思ったんですが、とりあえず今回は、まあ、まだ甲子園2回戦負けだったしなということで、もうちょっと頑張ってやってみたいと思います。チャット欄、Twitch、YouTube、X、アカウントございますので、ぜひフォロー、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。右バッターボックスは7番岡、第1打席はレフあ、トフライに倒行れくています。か。第2球、これも空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げました、低めボール。次は4球目、打ちました。大島、落下点に入った、レフト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンどうでしジ。ょう。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。これで、柳、ツーアウト1塁3塁のピンチでしたいが、きまこしこはょゼロに抑えました。4回の表が終わって0対0です。う。いかない。いいベースボール、パワフルプロ野球。いいね、かっこいいね、アナウンサー。2次3次甲子園やってますけど、どうなんだろうな。なんか切ないな。まあでも、みんな頑張ってますよね。なんか一方的な、なんか一方的なゲームになりそうだけど、なってほしくないなっていうのが自分の予感です。XRBO とかなえはいいね。あとフレンだな。フレンも頑張ったよな。チャイカがちょっとな。残念ではあるよな。あと、そう、ふわっちが選んだ滋賀、自分のおすすめ県だったんですが、意外と、ふわっちあれだけ運いい、転生選手引いてるんだけど、なかなか勝ち上がれないっていう、2回戦ぐらいまでは全然行くんだけど、甲子園出たっけな。まあ、それにしてもやっぱり壁に阻まれてる感があるのは、意外と滋賀レベル高いなってことで、まあ、考えてみりゃ、則本も浅村もいるわけだから、転生選手、バンバン出る県ではあるんですよね。そういう選手がいるし、全体的にレベル高いな。京都ほどじゃないけど、レベル高いなって思わされましたね。結構驚いた。やりたいことっていうのは、名電やりたいな。ただね、愛工大名電、名電って言ったら愛工大名電だけど、愛知でやると結構勝ちにくいんで、違う地区でやりたいんですね。さて、とは、3位じゃないとダメなんだ。あった。守備。あ、グランドリュー下がった。
原因になった。選ばれるでしょ。不動はないで選ばれるのか。いや、気になりますね。1位とは言わないけど、結構3位ぐらいで選ばれてほしいな、不動は。せやかては。行きましょう。ドラフト会議、2022年度のドラフト会議です。お、びっくりした。1位だ、不動。おー、すごい。松尾もオリックスから2位指名されましたね。キャッチャーの松尾も。3位はなし。松村も4位指名。それで3人なしなし、3人ですね。これって3人が指名されるとどうなるんだ。テンション陰で自主トレに励みますと。選手の顔つきが変わった。こうしてドラフト終わりましたね。スローイング。ゴッドゥーザ様。誰やっけ？あ、ミゾット。機材交換券だ。癒し CD 交換券。なんだこれ。アイテム見てみましょう。まずスクラップブックから。これですよ。注目選手ら記者会見で思い語る。三人指名、片野が原校から三人指名。話題を独占。ということで、下に工藤をはじめ3人の上位指名者が選ばれております。あ、これもグランドレベルアップすんだ。黒土じゃないからな。止まってる。あ、ん？これって売れないの？入れ替わりか。まあ、ちったちったらざー更新だ。あ、起用設定やっといた方がいいみたいですね。フル出場と途中交代。足が速くて全体的な能力が低い人がないいのかな。
と、2人前設定、あ、3人でも OK なんだ。代打は、できればミートパワーだけ強くて、守備力が低い人。みんな均等で鍛えられるんだよな。あ、そういう選手は大体いない。まあ、あえて言うのは戦かな。チーム方針はこのままですね。来年は厳しいかな。なんだっけの人が多いよな、1年生。今年は本当に怒涛ですね。練習試合申し込んでおきましょう。どうなんだろう、中継に上がったっけ。あ、消えるんだ。癒しのひととき、なんだこれ、新しい。お、入れ替わった。フォームチェック変。さらに、座禅。お、また。これでいいでしょう。請求アップ。風速アップ。走力かな、ミートかな、やっぱり。逆に守備力アップしとこう。総力でいいや。 OK。 青木をミートが1上がった。対戦選手を持ち込みしてみるか。うん、八尾翔子。来ましたね、文化祭の後ですね。これ行こう。影響を養った。よし。商工戦です。
カードが増えるとクラスが上がるとカードが増えて練習試合が来る可能性が高まるんだ。だから早く上げないとダメなんですよね。この調子ってピッチャーの調子でもあるんだよな。243、村上191、あ、ピッチャーこの3人か。岸本かな。岸本に変えます。あとはみんな調子悪い人いないからな。志田が右投げ左打ちの外野手の中で微妙なのは酒井ぐらいだな。志田は同格です、酒井と。あと村上がまあまあいいが、星と3人。じゃあ村上に変えますか、キャッチャーも。パワーだな。まあ典型的な下位打線という感じですけどな。まあ、パワーはあるからな、これでいいでしょう。開始。練習試合、八尾商工戦です。同点に追いつかれて、2回の裏、注目選手、高谷が登板です。追い込まれてますね。北田も悪いバッターじゃないからな。お、いいですね。結果残しましたが、あ、くそ、点取られた。さあ、しかし4回の裏、ノーアウト1塁、再度高谷がの出番です。センター返しはダメだ。リバウンド。ワンツーなったら1球見てもいいかな。結構スリーバウンド決まりやすいよね。だし、お孫でもいいかも。高く上がったが、おお、カウント、あ、ダメだ、これ正面だ。さあ、リードされている上にちょっとやばいですね。裏バッターか。これって外角中心だったらシュートになるのか。岸本得意の球はシュートも投げられますね。カットボールもある。初球から打たれた、落ちる。やばい。まだピンチが続く。
素人やばいな。スパイク全然取れない。嘘でしょ。追い込んだ。次打ってくるよな。オッケー。ちょっと待った。戦術セカンド。オッケー、1点で食い止めました。そしてツーアウトながら一塁三塁、1点は返しておきたいところ。難しいな、まだ早いか。流し打ち、いいよ、オッケー。よし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 、ファイトだよ。悩みますね。センター返しかな。オッケー、もう1点入ります。同点に追いつきました。さあ村上の出番、松木男使ってもいいかなと思うけど、あ、いや、お任せ。流し打ち、相手のピッチャーどうやって見るんだっけ。142キロか。普通に流し打ちだろうな。赤、ボテボテ。一塁しかアウトにできない。あー、ダメだ。そうだ、ツーアウトだった。うわー、やばい。取れ。豚トレですね。あー結構オッケーです。あ、まだワンアウトなんだ。やばい、これホームランじゃないの。危ない危ない、結構球上がってるしな。お、ギリフェンスギリギリ、アウトした。やばいな、バックホーム体勢か。
け、あえて、なんかおかしいぞ様子が。嘘だろ、なんかおかしい。フェンダーモード入ってる。相手そこそこなのに、ね、弱体化してるような感じですね。困るよ。歌トレとか全然ないのかな。お任せ。マヨンね。ん？インフィールドフライか。ツーアウトになりました、これで。まだ1点リードなら何とかなるかな。なんか2ストライクまではストライクを取れ、結構有効らしいです。大丈夫。落下点に落ちました。1点なら返せる。ん？相手が守備交代か。さあ、ここで高谷です。使いましょう。OK。これは長打コースです。熱血？やってみましょう。センター返しでもいいけどな。転がしてみよう。コロ5、コロ4。コロ4ですね。ああ、追い込まれた。まあ、コロ4は変わらず。見ました。91球か。どうだ？ OK。三塁ストップだな。さあ、ここで、ね、非常に重要な 場面です。ノーアウトだから使っちゃえ。ニート対応。お任せだな。慎重打法でもいいけどな。送りバント、スクイズ。転3かな。転がしてない。あ、これ犠牲フライになりますね。早っ、帰ってくんの。どっちも早かった。これ同点で、あ、なくなってない。まだ、チャンスは続いてます。この次は使わない。センター返しや。でも、転がせん方が強いな。どうだ？あー、ダメか。セカンドうまい。同点止まりでした。OK。裏になった。さあ、今度はバッター、タダです。ここは、温存しました。お祭り男。働かせていきましょう。どうだ？流しかな？流しです。追い込まれた。ちょっとフラフラしてるぞ、来たな。
集まっちゃった。一塁はセーフ。さあ、ここでピッチャー交代ですね。センター返しか。転がせ、転ごだ。転ごでいきます。ボール2です。また。身長打法にするのみ。コロゴは変わらず。いけ抜けろあ一塁は ?OK! セーフ。いいよ。使っちゃえ、お祭り男。難しいなぁ。この4だな。追い込まれた。赤、詰まった。ゲッツーだ。なかなかうまくいかないです。超ハイトだよ。じゃあ変わってるからな。緩急重視。え、嘘。初球から狙えた。三塁いきますね。二塁三塁。これはやばいな。前進守備行ってもやれない。できれば三振を。ちょっと待った。歌取れ。あかん。なんか完全に狙われてる。ここで戦法変える。対角中心。あーく、一塁しかアウトにできない。6点目が入ってしまいます。いや、ここはワンストライクの後に歌トレで。ストライクは取れない。ちょっとやっぱ平田落ちるよね。投手としては。2点差になってしまいました。さ、注目選手、高谷となります。コロゴかな。しっかり見ていきましょう。これはどうだ、抜けた。ん、そうです。あ、難しいな。まあ、つい流し打ち、盗塁という手もあります。あーっと、正面。一塁はアウトか。アウトカウント増えていくのはあんまり良くないかな。まあ、これでセンター返し行ってみよう。うん。で、これで積極打走に切り替えて、ピッチャーの層が厚いな。 OK、 これは
ホームに入ってきますね。二塁まで行ける。同点のチャンスです。さあ、頑張れ、平田。センター返しだ。2ボールだったらちょっと積極打法でいいや。消極打法が逆。慎重打法でセンター返し。積極打法に切り替えていく。ん？これは高く上がった？まさか？やりました！逆転ツーラン。さらに、1点も追加した。まだ攻撃は続きます。ピッチャー変わってるよな。勝ってもいいかも。やってみろ。あんまり積極打法との相性良くないな、引っ張りで。お任せで引っ張りで行こう。追い込まれた。あー、詰まっちゃった。2点差で最終回です。さあ、下位打線。あ、じゃあ6番バッターか。まあ、ストトレで2球。ストトレ、ストライク取れないんだよな。あ、ちょっと待った。ピッチャー交代。いや、もったいないじゃないですか、これ。勝ちに行きます。1年生ながら、左の高橋。ファイトだよね。上がっていきます。大体左だけど、そんなものは関係ない。大学中心。OK。追い込んでないか。卵。落ちる？ああ、落ちたか。さあ、相手は代打を持ってきます。簡単に勝たせてくれないのか。歌トレでいきましょう。うん、すくい上げた。落ちた。テキサスヒット。さあ、同点のランナーが今、一塁にいます。中心でもう攻めるか。詰まらせたい。本当は歌トレなんですよね。歌トレ取りたい。詰まった。なんか。え、嘘。まあ、一つもアウト取れないのかよ。詰まった？え？まさか？うっそー！ こんなバカな。あ、違う。操作間違えた。完全に動揺しちゃってる。あー、なんて。あかん、一塁もアウトや。これはひどい。これは暗いですね。
二塁ランナースタート切らない。詰まらせた。ショートだ。落下点。痛い4点でした。せっかく逆転したのに逆に逆転され返しちゃってます。リフリーフです。待つか。うん。とにかく塁出ないといけません。オッケー。さあ、ここは当然フォースプレイなんので、転がせ、転よんですが、盗塁は2か。じゃあ無理だな。まあ、オッケー。ドロップカーブは外れました。センター返しはないし、転がせだな。いや、慎重打法有効なんじゃないかな。127球しかないから、慎重打法有効かも。やめた。で、コロヨン。OK! お、さらに、こいつです。これ、もう一点入るんじゃないかな？同点ですね。同点に追いつきました。大シーソーゲームですね。さあ、これ、まだノーアウトです。積極打法でいいと思う。いや、慎重打法で、ゴロゴ、送りバントもいいな。送りバントやりましょう。でも、助けなくてもいいや。転がせん変更。フォースプレーじゃないからな。いいですよ。正面。あっと。練習試合だから引き分けで終わりますね。ハントは決まりにくいからな。普通にセンター返し。いけ！オッケー！あー、しかしこれは三塁で止まる。さっさと。一塁バッターです。お祭り男。出しましょう。流し打ち。オッケー！さよならです。真相ゲームを制しました。
その価値は大きい。辻にスリーラン打たれた時はどうなるかと思ったよね。30分の熱投でした。23安打。しましたね。平田がまあまあ上がった。高橋は信頼度ちょっと上がっただけ。岸本、先発を岸本のコントロールが C に上がりましたが、超ノリノリ。行きましょう。あざといなー。練習効率アップ。お、スカウトですね。スカウトやってきたんで、スカウトを。スクラップブックはないのか。練習試合だからないんだろうな。え、これって今 D か。売ることってできないのかな。このストップウォッチ交換券って、スカウトしましょう。今中堅だっけ。さあ、近畿、今近畿の選手がスカウトできます。例えば京都にスカウトに行ったとしましょう。8人の選手がスカウトできるよな。ただゲージは微妙だな。西垣なんか偏差値が高いとスカウトしにくいという話もある。ジャイロ回転、やっぱりでも西垣勝負。
よくないのか。しゃあないよな。普通に走り込み。努力経験値。あ、サンガストレッチ。私、スカウトだ。大阪行ってみるか。そして、近畿地区の他県の選手も行けます。ん？池田。亀井。遠征。行ってみよう。こうだ。厳しいか。もちろん行わない理由がない。どんな野球カード。ストレッチ。何でしょうね。プロ野球選手だ。おー、チャンス F。チャンス F ってダメじゃん。赤得やん。正解。いいんじゃないでしょうか。タイヤ引き。さあ、アイドルの元へ。また困った。お新曲披露。いいのか？ギャラとか、肖像権大丈夫か？あ、勉強だ。じゃあ、進路相談。オッケー。あ、本屋。文学少女。お金にシビア。すごいな。本もらうだけじゃなくて、席ポイントを消費はしないんだ。じゃあもう一回、アイドルへダッシュ。また新曲。いいんじゃないでしょうか。練習試合申し込み。門真中央校、ちょっと挑戦してみましょう。応戦力はまだ D。 能力の詳細を見てみよう。
これピッチャーだよな。半期96逃げ玉リリース、カットボールが得意。まあ打撃はこんなもんだけど肩はいいですね。ゴロピッチャーだ。え、何年生？あ、1年生だよね、まだ。まあ、打撃とかはしゃあないだろうな。149。特に青得が、赤得もないけど青得もない。キャッチャー2人。ま、メインは津川ですが、走られますが、キャッチャー A なんですよ。絶対津川にした方がいいね。打てるキャッチャーじゃないですが、とにかくキャッチャー。キャッチャー D だからな。打つ方はいいんだけどな。これ、コンバートしてもいいのか。お、威圧感来ました。ただ、絶対いる。駆け打ち。ちょっと高いは平凡だな、数値的に。赤い毛は？赤い、まあ、1年生は厳しいかな、今のとこ。元、まあ、回復もいいし、パワーヒッターだし。今、しにくさだけか。まあ、正直、力不足は否めないでしょうね。ショートが300近いぐらいで。仕込み。行きましょう。相変わらず調子悪いな。ちょっと立ち上がり悪いのは分かってるけど仕事せざるを得ないもんな。他は悪くないですね。志田と村上がいいが、村上はいいんですよね。村上は捕手と三塁。さすがに津川を変えるわけにはいかないな。じゃあ三塁を変えればいいのか。うん、あ、でも高谷も変えちゃダメなんだよな。あ、でもないか。じゃ村上をサードとして起用してみましょう。一般ザサード。さあ、行きましょう。相手は C です。こちらが D ですからね。先手取った？いや、取られてる。なんだこの試合。さあ、ピンチです。2点リードされてる上に。あ、2点リードしてんのか。抑えに行きましょう。まあね。
別に1点はしゃあないよ。赤抜けられた、満塁です。バックホーム体制ってある？ファーストトレで一球見ます。 OK で、低め中心に戻します。詰まった。 OK 1点はしゃあない。あーダメか、取れなかった。ダブルプレーは無理だった。卵任せてみましょう。あーいいですね、ズバッと決まった。岸本次が打たれる。 OK 正面助かった。強気でいいと思います。ツーストライクまでは打ち上げた。正面中身に入って1点差で食い止めた。そしてワンアウト1塁3塁のチャンスです。プロミスいきましょう。どう転がせかな。佐藤は何も持ってないんだ。松男ぐらいだな。まあ、転がせしかしゃあないな。あー差し込まれた。あーかん。あ、OK。1点を、さらに、取りました。さあ、今度は赤い系ですね。赤い髪の赤い系。ああ、難しい。転がせかな。広瀬は変わったばっかりです。追い込まれた。しな。赤、正面。おっと、強襲だ。一塁はアウトかな。結果的に進塁打になりました。プロミスはちょっとやめとこう。もちろんセンター返し。あ、ダメか。ファールです。あー、振られた。さあ、ただチャンスですよ、ここ。あかん。中裏攻撃のチャンスです。ファイトだよは当然使うとして、ノーアウト一塁ですね。セーフティーバントやってみるか。お、いい球ですね。まあ一塁アウトか。いや、はまりましたね、セーフティーバント。やってみよう、お祭り男。
ソロ後セーフティーバントな。ああ追い込まれた。ん？セーフティーバントが消えた。なんで？あれ？あ、この後はそのままだが。セーフティーバントやらないんですね。ツーストライクになってからは。送信機。どんどん畳みかけましょう。まあ、5しかないのか。パリもあるけどな。生バッターだから、それはないか。ああ、差し込まれた。ちょっとフラフラしてますね。ああ、ダメだ。ゲッツーだ。だから、1点は普通に入った。川上変わります。まあ三塁いますからね。赤詰まりましたね。ダメでしたね。先頭打者を出してしまいました。水ストライクを取れ。かしこまり、もう一球いけんじゃないの。あ、危ない危ない。目線が変わるからな。 OK 追い込んだ。じゃあどうするかですね。ここで内角行くか外角行くか。危ない危ない。赤抜け合えた。豚トレ。痛いです。ワンアウト1、2塁になりました。どうするかですね。で、これで外角中心。本当は内角中心の方がいいんだけどな。お、どうしたんだ？見合えるかも。赤、抜け合えた。ランナーはストップ。オート屋。オッケー、ゲッツー、いけ。アウト取るしかないね。あー抜けられた。一点差詰められてしまいます。ちょっと狙われるようになったな。まあ、バックホーム警戒でしょうね。ん？ファルですよね。ここは気をつけないといけない。
嘘。ああ、危な。1点差に詰め寄られます。だが、ノーアウト1塁。ここなんとか決めたいよね。ロゴ。よく見て打ちたいところ。ああだが一塁はセーフ。もったいない。ボール行きましょう。あ、クイック使わなかったからハマりましたね。これはコロゴで行きましょう。ああ差し込まれた。うまいな川上。レベル高いですよねピッチャーも。詰まった。進塁打か。使い切っちゃおう。いいよ。あ、ダメか。正面か。はい、返すか。なんとか決めてほしい、岸本。詰まった。エラーだけはないよ。っと、なんで。なんか嫌な予感がするんで、タイム伝令かな。伝令行きましょう。これが最高なんだけど。外角中心。オッケー。ストトレで。ん？危ない。オッケー。一塁は決まった。中堅に勝利です。別に練習試合で実績上げてますね。こうなるとやっぱり野球楽しいですよね。後藤が本塁打2本打ってもいいですね。打点1、打点4を稼いでおります。岸本は何球投げてんの ?126 球で、失点6、自責点5。
ホームラン打たれてないが、高いとこを狙えてるよな。信頼度がいまいち上がってない。気になるのは、だったら球速が2つ上がってる人がいないんだもんな。高橋はコントロールが D に上がりました。ぐらいか。中堅で勝ったのに、あ、まあ、スカウト評価上がったのかな。接者は無理。OK です。ベンチプレス。球道具、これ一人の話か。本音の言葉ってなんだ。テンションが上がるのか。学習が上がるのはいいかもな。やってみましょう。誰に適用するかですね。菅川。さあ、自分探しを誰にするか。打ち気がないんだよな。探しでもいいか。山本和。打ち木来た。打ち木といえば魔物です。あそこポーチが壊れたって使えないのか。え、レッシャーを使いましょう。12月に入りました。255。あ、岸本300行きましたね、ついに。津川が、あ、村上、これで200ってすごいな。別に転生選手じゃないのに。高谷が170か。少しずつ力をつけてきたんじゃないでしょうか。伸びもいいんだ。足は伸び B ですね。キャッチャーがな、チャンス F ってのはな、さよなら男レーザービームだから矛盾してるよな。どうしよう。スクワット。さらに遠投、占い師ですね。
よし。やんちゃに変わったか。熱血感そんなにいいと思わんしな。たまダメ。ペッパー。え、なんで？今このラッドマシーンって。さあ合宿でーす。急合宿。ノリノリになりますよね。まずは普通に特殊をやってみるか。投げ込み。ホームフェンチェーン。あ、走り込み。最後はメンタルトレーニング。ここじゃない。中原アップ。2だとダメ。3以上スカウト行きましょう。近畿の選手。近畿しかダメなんだろうな。兵庫ん？こいつ転生選手じゃないの。荒川って。思わず一発が長打がすごいな。若林でも荒川をちょっと、いいんじゃないでしょうか。4フォーク系上達ボール。え？スクワットがあれで、3、マシガノック。強い。勝率8割。さあ2023年に4年目。スタミナを上げましょう。
変化球磨いておこう。いや、変化球磨くのは、新球種を覚えてみよう。フォーク系。え、何がいいのツガーは。ツガーはまあ、守備力かな。このまま行っていいような。いや、ツガーは補給かな。サブポジを経験させてもいいと思う。サードいるんだよな、高谷が。まあ、逆に高谷をサブポジ経験させてもいいのかもしれない。外野手とかね。守備力、まあ悪くはないけどな。ファーストなんで、まあ補給かな。セカンドか。セカンド、まあ守備力だな。打撃ホーム変更なんてできるんだ。まあ、あんまり考えないかな。ミート、総力。まだ総力だな。ミート B になったことを。あれ？今度は市外、森本とかいないのかな。なんか三浦がいる。どうだ？よくなかったか。3以上4はない。弾道、ミート、パワー、走力、守備力。何この赤い系の大グレーズ。何をやってたんだろう、怪しげなこと。迫力強化。ムード。ダメか。守備範囲広がった。そこに練習休みを入れて、またコマタ登場。握手会です今回は。アイドル本当に好きだな。何を推薦するか。ちょっとなるべく
いやー無理でしょ。練習指示かな。ちょうど中間なんでいいと思います。下から。能力いいと思う。ミートアップいいと思う。肩か。肩かな。なんかな、あえてサブポジ習得させてみるのもいいかも。キャッチャー余ってるから一塁手。パンダもいいし、ショート勝負してみるか。あれ普通はないんだけどな、これゲームだし。なんか佐藤とか疲れが結構、疲れに差が出てるよね。ミートに戻します。あ、外野手ついたな、サブポジで。戻しましょう。メイオ君は、まあ、ミートで戻します。さあ、どうもなんとか、サブポジで手に入れましたね。じゃあまあ、ここまででいいんじゃないかな。覚えてない。球速アップに変更です。近い、オッケー。どんどんスカウト上げてみますね。いいんじゃないでしょうか、中原。別に会員指名でもいいんです。うわ、やばい。スケジュール見直し。OK。おー、怖っ。ダッシュ。ダッシュ。またレアな野球カード。かな。4しかない。つらい。休めない。さあ、2月に入りました。請求にチェンジ。請求にチェンジ。新球種を、変化球を、OK、磨く。うん、いいんじゃないでしょうか。あ、弾道もいいな。弾道あんまり関係ないけどな。
トに戻す。ショートゲット。カッターはまあいいのか。守備力なんかいろいろサブポジ手に入れられてますね。アイドル。アイドルじゃないんだ。お、グランドレベラー。その岸本誕生日。こう、繋い込みはないかな。ペッパーへ。さあ、コース投げ込み。ご機嫌。テンションアップ。使い取れた。全員っていうのはでかいな。ベンチプレス。これでどうだ？どんだけ疲れが取れるんだ？321。しかももうすぐ200。赤が179。ちょっと待って、プッシュ能力はジャイロボール。変わらない。キャッチャー A でかいよな。ほんと、そういえば村上のキャッチャー D のままか。多分何も得てないもんね。275、パワーヒッターだ。後藤。猫じゃ悪くないんだけどな。キャスメーカー。4だとダメ。4と5はダメなんで、これしかないな。あ、青木に彼女ができた。人間になるんじゃなかったっけ。そうですね、テンションアップしてるってことはそういうことです。まあいいでしょう。もちろん勉強会。メンタル。またも困った。休みを得て、休ませて、焼きとばパン。急速と請求か。急速。
加減。そして3月へ。テンポが早く進んでいきます。という前ですね。請求かな。でもしゃあないもんな。え、なんで？しんどそうなんだ。最終設定、全席ポイント。足がノック。ムービングファーストボールか。ちょっと待って。使えるんだっけ、ボール。でも使えないよね。もうみんなボール使っちゃってるしな。え、止まった。ちょっと待った。ヒット付きなら投手が4人いるよね。まあでも、しゃあないか。あ、総合戦力が C に上がった。さあ、卒業式です。どうなりますか。工藤は何話の精密機械言われてます。すごいよな。 3.33 公式戦だけ見れば 3.12。 続きはサーリーマンでした。松尾プロ野球選手ホームラン5本。お、ミゾット社員だ。プロ野球選手にはなりませんでした。ミゾット社員としては未来が待ってます。松村をすごい打ってるな、打率。外屋さんがあって、みんな打ってるな。プラノはマネージャーですね。家事手伝い。これはどうなんだ。あ、アイドル以外で役に立つことあるんだろうか。料理で思ってきてくれるんだろうか。まあもちろん全員登録します。え、これって戦績ポイント使うの？わからん。
かにマシが農家。はい、スローイング。だけみんな興奮してるんだ。プロ野球選手が待ってます。投げ込みじゃダメなんで。スローイング。そんな理屈はないです。海外市場は。ただな、偉い、ウキウキ、勉強やって、やっぱり学生の本文勉強やってもらいましょう。確率やっぱり力つけてますね。メンタルトレーニング、さらに、悩むな。これで、こっちで行こう。特訓だった。高い。決勝だ。どうだ？ダメか。じゃあ、本屋ですね。9の技術書、根性丸。使ってみますか。根性ってピッチャーに使うといいらしい。誰にする？高橋。これで、高橋はどうなるかっていうと、この選手慣れなくていいのまだなってますが、ね、200超えてるんですよね。融合ダメかな。インターバル走。なんかもらえそう。あ、逆転アッソのすすめ。そんなにいらん。4、5。さあ、これで4月になりまして、新年度。あ、舌が磨かれた。研究所覚える必要はないな。急速上げてみましょう。キャッチャー肩。そうです、ミートだな。体もいいですね。補給は相変わらず。
きなんで文句ないでしょう。パワーアップしてみましょう。弾道もいいかも。あ、彼をパワーアップ。これか、変わらずミートアップかな。ちょっと心配ですね。あ、耐久度アーク。入学式まではないんで、もうこれしかない。もしくはスケジュール見直し？いいじゃないですか。変化球、しんどそうだ。走り込み。仮設シャワー。あーっと、高谷うまくやったようだ。さらに進路相談とかもありますが、総合練習です。問題設定なんてできるんだ。UI ですよ。お、8人、入ってきましたね。これマネージャーじゃないから、ちょっと待って、数字見よう。175はまあまあいいんじゃないでしょうか。微妙。91、はい、100は超えてほしいような。おっと、エゴアイって転生プロなんだ。お、長崎から来たんだ。じゃあ、八区からも来るんですね。エゴエ、エゴシ、タイガっていう選手ですね。なんだこれ。転生プロ。エゴシ、タイガ。ちょっと見てみましょう。エゴシ、タイガ、日ハムの選手ですね。1990年生まれ。まあ、長崎県南芝原市。成績見てみると、最初の2年は良かったんだけどっていう感じか。そこからあんまり試合出てないよね。あ、でも一番試合出たのは昨年の日ハムなんだ。 OPS 悪くないよね。外野手か。しかし3打席連続ホームランを2016年には打ってます。すごいな。1977年高木森道に次いで史上2人目ってすごいよな。
性プロ来ましたね。微妙な転生プロかもしれないんですけど、エゴシバットゴールド、なんだこれ。いいですね。さて、他は井上、カナダ、指沢、まあ、この辺は微妙かな。あと三浦ぐらいだろうな。さあ入学式、三浦くん。その一方で、転生プロ、おマスオ、まあこれです。進路相談、また新曲、増えますってなんだ。もちろん勉強、またこまたアイドル好きと好きすぎだろ。サーリーマン、サーリーマンだ。あ、学力アップ。さらに変化球、ビーツ、本屋、初球丸ピッチャーです。誰にしよう、村ピッチャー5人か。丸ってこれ、あ、打つ方じゃないの。初球丸になります。じゃあ分からないけど、覚えさせるか、エゴシに。
正直微妙だけどな。ダッシュダッシュダッシュ。お、弾道経験値、3がラットマシンコ、パン屋、ファーストボールを覚えさせましょう。体も悪くないよな。微妙だよな。覚えさせましょうって言っても。アイテムはダメ。なるほど。気を設定を変えます。でいいや。パワーポイント。はい、ということで、パワフルプロ野球2022栄冠内編は今回はここまでとなります。ツイッチで配信を行ってきました。ありがとうございます。ツイッチアカウントフォローをぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube ぜひチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。今回の配信のアーカイブは2日後7日午後9時21時からプレミア公開予定です。 YouTube でもぜひご覧ください。また旧 Twitter である X のアカウントを持っておりますので、ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。Twitter X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。実況パワフルプロ野球2022、実況じゃない、パワフルプロ野球2022年間内編をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。